健やかなみです。この番組では誰でも簡単にできる体操やストレッチをご紹介します。教えていただくのは健康運動指導士の中田先生です。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生今日はどんな体操でしょう。今日はですね、大胸筋といって胸の筋肉をストレッチ伸ばす運動をご紹介したいと思います。はい、あんまり伸ばすことってないんですかね。胸そうですね、鍛える方が割と多いと思うんですけれども、はい、この筋肉が硬くなるとですね、腕をずっとこう巻き込んでいって猫背になりますので、それを予防するようなストレッチになりますね。はい、はい、ではよろしくお願いします。じゃあ今日壁を使いますので、はい、右肩の方を壁の方に向けて、はいはい、ちょっともうちょっと壁に近づいて立ってください。これくらいですか。で手をですね、はい、手のひらを壁に、つけます、はい、で肘ももう壁につけてみてください、はいはい、ですからちょうど、ね上腕の部分がの幅だけ壁から離れた状態になります、うん、こう角度 は90度90度ぐらいで、はい、肩も90度肘も90度ぐらいになってみてください。ですか、はいはい、で手のひらから肘まではしっかり壁につけておいて離れないようにねしてください、はい、じゃあ正面を向いてください、はい、じゃあ壁側の足右足を一歩前に踏み出してください、はいはい、じゃあそのまま腕以外が歩くようにはい体重をぐっと前に移動してください。よいしょ、移動して移動して、はい、そうすると、はい、右の胸が伸びてませんか。ああ、ここですね、そうですね、はいはい、大胸筋はこう真ん中の胸骨から上腕骨までこうついてますので今その筋肉をストレッチしています。はい、ですね、はい、3、2、1、はい、じゃあ一歩戻ってください、はい、よいしょ、はい、じゃあ今度反対側もやってみましょうか、はい、はい、じゃあ周り右をしてもらって、はいはい、今度左手、肘をひっつけて、手のひらもしっかりつけます、はい、肘が90度肩が90度になるようにして、はい、そしたら正面を向いてください。じゃあ今度は壁に近い方の左足になりますが、はい、一歩足を前にして、はいはい、そのまま体重をぐーっと前の方に移動していきます、はい、今、ね、壁側の胸の筋肉が、胸骨から、上腕骨に向かってぐーっとストレッチされています、はい、ですね、はい、3、2、1、はい、じゃあ足を一歩戻してください。はい、じゃあもう一つのバージョンをいきたいと思いますので、はい、また回り右を押してみましょうか、はい、じゃあ今度右手を、はい、じゃあ肘を伸ばして、はいはい、手のひらは壁にタッチしてみてください、はい、さっき肘ついてましたけど今度は伸ばしていきますよ、はいはい、じゃあ同じように右足を前に一歩踏み出して、はい、体重をぐーっと前に移動していきます。これ手は手のひらだけ、はい、手のひらだけです。おお、はい、で後ろの左足のかかとはぐーっと持ち上げちゃっている、そうです、はい、そうです、はい、そうすると胸、はい、それから腕、もうこう脇あたりも、ね、全体的なストレッチになると思います、はいはい、胸のストレッチは少し弱くなりますが、うん、その分腕、胸の一連のストレッチを今行っています。はい、3、2、1、はい、じゃあ足を戻して、はい、はい、じゃあまた回り右してみましょうか、はい、はい、じゃあ今度は左手、壁に手をついてくださいですね。はい、じゃあ壁に近い方の足を一歩前に、よいしょ、踏み出しながら、はい、体重をぐーっと前の方に、ね、移動してください。はい、胸、ね、腕、はい、上腕まで、かなり広範囲にわたったストレッチをかけています。じゃあいつものように息が止まらないように呼吸をしながらですね。はい、3、2、1、はい、じゃあ足を戻して、はい、手も下ろしてください。はい、
先生ありがとうございました。はい、した動き自体はそんな難しくない、はい、もう簡単な動きなんですけど、はい、結構こう効いてるビリビリくるっていうぐらい両方きますね。そうですね、はい、このストレッチは結構強度としては強い部分に入ります、うん、はい、もう腕が壁に固定されて動かない状態でぐーっと伸ばすことができますので、はい、非常にストレッチの効果は高いと思います。へー、秒数は何秒ぐらいですか？やっぱり10秒から長ければ30秒ぐらいキープしてもらってもいいです。ちょっとでも痛みとかを感じるともうちょっとね、ストップした方がいいですね、はい、でこのストレッチの強さはこう踏み出して歩く、はい、この体を移動させる距離で調整ができます、うん、はい、痛い人はちょっとだけ移動、柔らかい人は大きく移動、はい、というふうにしてご自分の体力に合わせてやってみてもらいたいと思います。はい、はい、先生今日もありがとうございました。じゃあこの体操もぜひ皆さんやってみてください。では次回もお楽しみに、はい。